福岡市西区のマリノワシティ福岡が昨日24年の歴史に幕を下ろしました。最終営業日となった昨日、福岡市西区のマリノワシティ福岡では家族連れやカップルなど多くの人たちが最後の買い物を楽しみました。九州の本格的なアウトレットモールとして2000年に開業したマリノワシティ福岡、シンボルの観覧車は幅広い世代に親しまれてきました。最後だなって思ったけど楽しかった。悲しい。最後は集まった人が拍手を送り、24年の歴史に幕を下ろしました。閉館後は福岡地所と三井不動産が新たな商業施設に建て替える計画を検討しているということです。